まんまんちゃん、まんまんちゃん、おててのしわとしわを合わせてまんまんちゃん。はい、今日はね、男ぶり用のポケモンカード開封やってきました。この前ね、苦労して手に入れた、コンビニ50軒回って手に入れたこの EV ボックスをね、一つ開けていきましょう。開封していきます。このボックス、貴重なボックスを、まずはね、これを剥いていきましょう。これがね、あることでやっぱり未開封というね、あれですから。よし、まずはこれはハサミを入れる。ハサミ入れ、これでね、さすがにもう今日そろそろええの来てほしいですけどね。ちょっとマンコツやつね。マンマン。マンマンちゃん、マンマンちゃん。中洲のパワー、中洲のパワー。はい、これ箱ね、こんな風になってます。これを開けると、これね、ちょっと空箱もちょっと置いときましょうよ。貯金箱とか、ね、作れるからね。これね、こう開けるのが難しいですよね。うん。あ、開いた開いた。こんな感じです。そしてお開き。よし。15パック。そしてこれ15パック。これ置いときましょう。ではまず。まあまあ3つずつ、じゃあこうやって切っていこうかな。こうやってね、下にずらしといて。あ、その前にそうやな、これちょっといつもの笑みでするわ。この笑みちょっとね、パッと見この特殊なやつをね、ちょっとあれしとくわ。これがちょっと特殊やな。この印刷のズレでね、なんとなくわかるっていうのはね、昔の時代から秀明がようやってましたわ。あいつ秀明が大桑で、うん、これもちゃうね、これもちゃうね。果たしてこの方法が本当に合っているのか。これはじゃあ最後ら辺に開けていきましょう。これは少し印刷が違うやつ。よし、まずじゃあこっちから3つ。これちょっとね、もう印刷見てないけど、まあどんな感じやと。光ってますね。ちょっとしかもトリプルの光り方してますね。ヒメンコ。EV。ベロベー。そして、お、トリプル。トリプル、トリプル、トリプル、トリプル。これだ！わあ、まだこれか。グレイジ。これよう引くな。まあまあ、ええや。まあ、水のトリプルっつったらもうこいつしかいてないですね。こういうとこじゃ。で、母子守。これ謎カードね。で、次が。ああ、なしね、これ。ヤンちゃん。クッチー。マリル。ドリームボール、キモで謎カード3パック目。お、光ってますね。これもトリプルの光り方やな。これもトリプルのブラッキーやな。トリプルで窓を来てほしいって言ったら、ジビール、しずく、マンちゃん。これ緑、こっちか。これ見てこなったら分かるようにね、この色ずつ分けておいてます。これはきっちりまだね、順番通り直さないとダメなんで、こんな感じにしてます。で、次がマンちゃん。これが、あ、ダブルか。雷のダブル。サンダースかな。サンダースでしょ？ほら。もう分かるようになってきましたよ、こんだけ向いてたら。サンダース。ここにじゃあダブル系は置いとこうかな。ドリームボール
で、また資産パックいこう。これはね、捨てる。チン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 。ダブルとトリプルがね、2枚ずつ出てます。よし。続きまして、エントリーナンバー。あ、これも光ってますね。これもダブルかトリプル、どっちかやな。ゾロン。イエッスン、ヒンバス、よくるな、こいつ、この恋みたいな。ほんで、これはエーフィーかニンフィア、ニンフィア、これもよくるな、こいつも結構持ってる。ほんで、マクワ、秀明みたいな、見た感じ。痛さ爆発の秀明みたいな顔してます。まあ、ほんで、次は、まあ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 、こんなね、マルザー、スナッパー、ゾロは、ドリーム、白です。これは、光ってるけど、これレアやな。ニャース、イエッスン、なんや、水太郎、そして、ラグラージですね、これ。これはもうね、持っとるけど、まあ、一応いいや。母子守、ね。よし、3パック、まだ行こう。9パック目ですね、これで。まだトリプルは1枚だけですね。トリプルが1枚。うん。ゴロンダ、トーブル、マリル、マクワ、ヒデアキ、で、ミロカロス。謎カード。ね、お、これも光ってますね。ダブルかまたトリプルの光り方してますね。しずく、ピカチュウ、クチート、レアか、なんやろ、アーシャドウですね。まあ、これも持ってる。もう大体ね、こういうやつは持ってますよ、もう。シェイク。リーフィアがね、まだ持ってないから、それが欲しいんやけどな。ああ、これもね。ベロベ、なんとか。ヒメンコ。で、マグコ。ヒヤヒ、ヒが初めてまた出てきた。カイロス。ヒータイプとね、この格闘タイプが少ないですね、このパックは。エレメント。エレメント、こっちだな。よし。10、11、12パック目。やっと半分ぐらいですね、これで。ええの来てほしいね、そろそろね。お、光ってますね。これもダブルかあれの光り方やな。しずく、マリル、イエッスン。お、ダブル。あ、これブラッキーかな。ああ、ブラッキー、ブラッキー。これはいいですよ。これは何枚あってもね、それなりの価値はあるんでね。3枚目ですけど、これはね、数百円、このぐらいのレア度でも数百円あるんで。沼太郎。ブラッキーがね、やっぱり何枚あってもいいですね。ブラッキー欲しいな。まあ、トール君はね、未だに借金ばっかりしてますわ、借金。借金して。この前なんか臓器売りに行ってました、臓器。ほんだら、あ、
光ってるね。これもまた光ってるね。これもダブルかトリプルの光り方しますね。くるまる、マグック、砂場へ、これは何や。SR か。SR か。いや、これちょっと怖いな。SR だけど、黄色、これサン、リーフやか。リーフ屋の SR です。リーフ屋か。これ、まあまあまあ、それなりに価値はね、ありますけどね。まあまあまあ、SR ということでね。そんなにけど大したことないな、これ多分。で、トレジャー。ブラッキーのね、SR やったらよかったけど。ただし、あとはこのね、SR が2枚入ってるかどうかっていうのがね、あれですね。2枚入ってる場合もあるからね。はい、これ、マンタイン。ヤンちゃん。ジビール。フラッテ。リボンバッチ。クソ、ここで出たか。リーフィアか。リーフィアな。SR か。HR がやっぱ欲しかったですけどね。まだね。可能性はゼロじゃない。ロトン。水太郎、クルム、ペルシャン、スノーバッチで、お、これもダブルかトリプルっぽいね。ロトム、ドープル、お肉も、おトリプル、V マックス。臭いからリーフィアかな。リーフィア、お、VMAX。あ、これは持ってなかったんでね。いいですね。これなんかやっぱり、こういうのが出たら続けてね、同じ種類がよう入ってる感じはしますね。リーフィア MAX。いいですね。これはまあ持ってなかったから。カイロス。よし。MAX が今だから2枚出てるから、あと1枚ぐらいはね。出ると思うんです。うん、これはないな。マグコ、ピカチュウ、ゴロンド、ファッションモール、ガルーラ。よし、15、16、17、24、18パック目か。18パック目。さあ来いよ。光ってますね。これもヒンポス、ヒメンコ、ビリ玉。さあなんだ、レアか。これはなんやろな。なんとかグマちゃうか。あ、ちゃう、ゾロアークや。ゾロアーク。これもまあこの前当たったんでね、一応一枚持ってますわ。持ってますわ。よし、どんどん言いましょう。どんどん防虫、どんどん防虫、どんどん防虫、どんどん防虫。あ、光ってますね。これもただのレアっぽいな。ドープル。もうチラッと光加減を見ただけでなんか分かるようになってきましたね。マグコ。あー、エンテイちゃう。エンテイ。そうやろ。エンテイ。もう EV は分かってきましたね。ちょろっと見ただけで。さあ、なんだ次は。あ、光ってないな。クルモ、マグック、シビシアス。これもよう出るね。シラス丼できるぐらい出てるね。これめっちゃあるからね、このシラス。シラスマジで10枚ぐらいある。ミロカロス、
アロマ姉さん。よし、じゃあ3枚いきますぜ。もう1枚ぐらいこのな、ええの来てほしいけどな。そうなればね、全然このリーフィアでも満足なんですけどね。満足。お、あ、これもレアっぽいな。マリル、ヤンチョム、オニグモ、あ、これもマーシャド、ちゃわ、フーランスや。フーランス、これも持ってるね。もう普通のレアとか多分全種類僕持ってんじゃないですかね。よっしゃ、行こう。あやややい、ゴロンダン、クモ、ジビール、太陽バッジ、ペルシャン。あー、 EV、 なんとか、マンちゃん、トレジャーで、ジビールめっちゃぐらい。まだけどトリプル2枚しか出てないから、あと1枚ね入ってるはずですけどね。この辺に隠れているのかな。よっしゃ、切っていくよ、切って。切っていくよーっつってね。ほんで次窓ね、これも光ってますね。ちょっとフラッペ、マリル、ベロベー、あーレアか、ライチュウじゃない、ライチュウね、もう分かってきましたね。このタイプだけ見たら、キモで、次が、これもトリダブルかトリプルっぽいな。砂場、クモ、ピカチュウ、あー、ブースターか、ブースター、ブースター、白砂、トリプルがねまだ1枚出ないですね。クリスマスキャロルのあなげたこのメモ、クリスマスキャロルの、クリスマスキャロルの、あかんな、これなんかちょっと引き出しが悪いな。ありがとう。これでね、出すときにちょっと傷つけちゃったら元も子もないですからね。あ、光ってない。マンちゃん、イエッソン、ジビール、ドリームボールで、カイロス一バック。これちょっと避けてるやつ以外で、これ最後の一バックですね。クリスマスキャロルの、あかんな、マグッコ、ヤンチョム、ベリール、月と太陽バッチ、疑問。さあ、これ避けてるのは果たして、正しいのか。ちょっとね、印刷がずれてる部類のあれですわ、これは。一個ずつじゃあちょっと開けていきましょう。トリプルは入ってると思うんですよ、一枚は。あ、うん、光ってる。けどこれは多分、レアの光り方かな。クチート、マグック、ピカチュウ、
もしもきっと一つだけ願いが叶うから、なんだろう、ああ、あれや、私らがやな。まあまあまあ、これけど全部光っとったらね、すごいですね。ズレ印刷は光が入ってるっていうね、あれが証明されますから。あがまえ。フラッペ、ビリリ玉、水太郎、白砂、マルマン。あと3つか。きついかな、これさすがに。トリプルは絶対入ってるけどね、おそらく1枚は。お、光ってますね。しらす丼。ベロベ、マリル、なんだなんだ、レアか。これもあれかな。何だっけ、さっき言ってたの。忘れた。あ、これか。オーロング。オーロング。これも持ってるね。ほんで、コモリ。あと2つか。これ、どっちかトリプル入ってるでしょ、絶対。頼むで、これ。雨の中ね、苦労してゲットしたんやから。Oh no! Oh no! Yes! ゾロアン、フラペ、マルマン、アロマ姉さん。Oh no! これけど絶対入ってる。それは分かってる。どういう割合になってるのかっていうのはね、知りたいね。あ、ちょっとこれ出にくいな。いややわ、こんなんちょっと出にくいなったら、これも出すときにね、ちょっとその気づいてもあかんかな。まあまあ光ってんのはありとして、ヒンボス、イーブイ、ビリ玉、あ、イーブイこっちや。さあなんだ、ひ、なやそれ。ファッションモールで終わりました。話しても、わあ、そんなにあれやな。今日あの V がね、だから1234枚か、123、まあまあブースター、まあブラッキーね、これはいいですわ。でニンフィア、サンダース、ほんで、V マックス、リーフィア、ほんで、グレイシア VMAX。そしてまあまあ一番いいのが今日これですね。リーフィア V の SR ということでね。これですね、今日は。まあ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 。まあいいか。ちょっとね、またまあ、じゃあ売ってたらね、買っていきましょう。まあ次は多分ね、あの24日のね、新パックをね、出たら買う感じになると思いますね。それをだから地元に帰って、何個買えるかっていうのをね、やっていきますわ。はい。じゃあまあもうバイト行かなあかんからね。終わりましょう。なら毎度。